だからそこが言ったらうちはかなり異質な放送なんだよね。そう、そうだな。だから、レイ君も、もし、よければね、生誕祭とか、1年の時に、コミュニティ1年の時に、バンバン行っちゃってくださいね。いいよ、別にそんな、あーちょっと待って、いやー落ちた、落ちた、させてもらいますよ。はい、レオネさんいらっしゃい。変なことバラすなよ。そんなバラしちゃまずいこと言ってるわけじゃないけど、大丈夫ね。何も言わない、大丈夫、大丈夫。わかった、わかった。いや、絶対に、いや、今絶対こいつ、やばい顔してるわ。何やってやろうかなって顔してるよ、もう今。大丈夫、大丈夫、そんな顔してるから。してんのかよ。フラグ。何、うん、押した方がいいんでしょうか。押すな、押すな。救急車来てる。うわー、ちょっとー。あー連休車が見つかった。すごいスピード。ちょっと助けに行こう、あれ、さすがに。あれ、助けに行こう。え、マジでマジで見た今の。霊柩車がすごいスピードで閉じてった。霊柩車あかんやろ、落ちた。ズボーンって今。人目はちょっと今ごめんって。あー面白い。カットカーが、しかも修理費俺持ちかよ。ふざけんな。綺麗に突っ込んでいきますかね。そう、何がすごいかって、バッシャンっていう水しぶきも綺麗に見えたっていうのがまた。アクション霊柩車海を行く。ああ、水の中にいるっていうのもすごい絵だけどね。アクション映画かな。